座った状態でこれができない人はどんどん太って老けてしまいます。皆さんこんにちは、ズボラ健康運動チャンネルの柴田です。いつもチャンネル登録高評価ありがとうございます。まずは簡単なチェックを行ってください。座った状態で手のひらを足の上に乗せてみてください。この時に肘をしっかり伸ばすようにしてください。これをしていただいた時に手のひらがしっかりついて肘もまっすぐ伸ばせるよっていう方は健康な状態です。逆に手のひらが全然つかなかったり手首の筋肉が引っ張られて痛いという方は手首がガチガチに硬くなってしまってどんどん老けやすい状態になってしまいます。日常生活から手を前にして手首を曲げて生活されている方は手首の筋肉がガチガチに固まってしまっていて手首の柔軟性が悪くなってしまい、それと同時に猫背になっていってしまいます。そうなると肩甲骨の間にある褐色脂肪細胞という熱を生み出す細胞が働かなくなるのでどんどん代謝が落ちてしまって老けやすく太りやすくなってしまいます。でも大丈夫です。これを3つのエクササイズで解消する方法がありますので皆さん一緒にやっていきましょう。まず1つ目は手首の筋肉をほぐしていこうと思います。手をグーにしていただいて手首を自分の方にこうやって曲げてみてください。そうすると肘の少し前のこの部分が硬くなると思います。ここを見つけていただいたら親指でグッと掴んで押さえてあげてください。押さえた状態のまま手首を曲げてもらってこのまま外側へピュッピュッピュッと動かしてあげてください。そうすると押さえてる親指のところに刺激が入ると思いますのでこのままの状態で30秒間一緒にやっていきたいと思います。よーい、スタート。さて、ゆっくり大きく動かしてあげてください。早くなくて大丈夫ですので痛気持ちいいぐらいでやってあげてください。深呼吸も忘れないようにねしてください。ここは硬くなると猫背の原因にもなってしまいますのでしっかりとほぐしていきましょう。痛気持ちいいぐらいですね。はい、 OK です。では次反対側もやっていきたいと思います。はい、では反対側ですね。30秒間やっていきます。よーい、スタート。手首の力しっかり抜いてあげてくださいね。で、大きく外側にこうひねるように動かしてあげてください。ここの筋肉は結構デスクワークとかあとスマホの操作によってどんどん硬くなってしまってで猫背の原因につながるのでしっかりとここほぐしてあげることで猫背が解消されていきます。はい、 OK です。はい、では2個目のエクササイズに移りたいと思います。次は立っても座っても大丈夫です。手のひらを下に向けた状態で壁にペタッとつけてあげてください。この時に肘が曲がらないように伸ばしてあげてください。このままの状態で体を反対側へひねってあげてください。そうすると二の腕から手首にかけてピーンとこう伸ばされる感じがあると思いますのでこのまま30秒間キープしていきます。では行きます。よーい、スタート。力を抜いて深呼吸を忘れないようにしてください。結構痛みが強い方は無理しない程度でいいのでゆっくりとこう伸ばしてあげるといいと思います。ゆっくりと伸ばしてあげましょう。はい、OK です。ゆっくり戻しましょう。次反対側やっていきます。では反対側もやっていきたいと思います。いきます。よーい、スタート。肘曲がらないようにして体をひねっていきます。ひねりすぎると結構痛みが出てきますので痛気持ちいいぐらいでとどめてあげてください。この状態で二の腕から手首がしっかりぐーっと伸びている感じがあれば OK です。結構痛気持ちいいです。はい、 OK です。ゆっくり戻しましょう。はい、では最後のエクササイズに移りたいと思います。最後は肩甲骨を、は
い、では最後のエクササイズに移りたいと思います。最後は肩甲骨を動かすエクササイズです。まずは手を外側に開いていただいて、手首を自分の方にグッと曲げてあげてください。このまま肩甲骨を寄せるように胸を広げていただいて、このままの状態でこうやって後ろにぐーっと肩甲骨をメインに動かしていきます。これを30秒間行っていきます。ではいきます。よーい、スタート。大きく、できるだけ大きく動かしてあげてください。結構きついです。肩甲骨をメインに動かしてあげてください。肩に力を入れないように肩甲骨を動かしましょう。結構これ二の腕痩せにも効果があるので、しっかり頑張っていきましょう。もう少しです。頑張りましょう。もうちょっと。はい、 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。皆さんいかがでしたか？このストレッチをやった後に先ほどと最初と同じやつやってみてください。これで手のひらがしっかりくっついて、ここが痛くないっていう方はしっかりストレッチができている証拠です。できる方はこれを毎日2セットずつ頑張ってみてください。今日もこの動画を最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画も楽しみにしていてください。ではまた、バイバイ。